都が新たに開発したゲームアプリではパズル型のゲームを楽しみながらマルチ商法の手口やトラブルを引き起こした業者の情報などを知ることができます1月に都が行った調査では都内に住む10代から20代の男女3000人のうちおよそ4割がマルチ商法に勧誘されたり実際には使っていない携帯使用料を請求された経験があると答えました こうした状況を受けて、若年層が犯罪被害に遭うのを食い止めようと、新たなゲームアプリの開発に乗り出しました。都によりますと、自治体がゲームアプリを通じて被害防止の情報提供を行うのは初めてで、25日から無料でダウンロードできます。